まいんちゃんでおなじみの福原遥ですあれ北川景子です。はい、てっぺいでーす。もうがっつりも言っちゃうんですけども、皆さん最近呪術廻戦見てますかという話です。見てますよ。アニメだけ。今回お話しするのは、なんや、立ち寄ったら呪われる東郷のフェティッシュマーケット、お話ししたいと思います。呪いですか。はい、立ち寄ったら呪われる、この市場ですね、うん、通称呪物市場って呼ばれてるんですよ。呪物市場、はい、呪術廻戦に結構呪物、特級呪物とか、はいはいはい、両面少ない指とかそうなんですけど、トンファーみたいなやつ、ね、トンファーみたいなやつもあれもそうですよね、はい、そういった呪いに関する道具とか、うん、生贄とか物とかがですね、売ってんの、大量に売ってる市場が、アフリカに存在したので、今回はそれについてお話したいと思います。はい、この世にはたくさん あのマーケットがあるんですけれども、このマーケットほど、まあ、おどろおどろしい場所はないというふうに言われてまして、西アフリカに位置する東郷共和国の首都ロメの郊外に存在している世界一巨大な呪物マーケットが、このフェティッシュマーケットなんですね、うん、ここではですね、ブードゥー教の儀式で使用する野生動物の一部であったり、はい、骨などを材料にして作られた呪物が大量に非公式に販売されています。おー、例えばですね、切断されたワニの頭であったり、チンパンジーの手、生きたコブラ、ヘビ、鳥、カエルなどあらゆる動物、着物で満ち溢れており、その匂いも強烈だというということで、まあ、今回も早速2人に画像を見ていただきたいと思いますということで、これワニの頭です。おー、すげえ。こういうワニの頭とか売ってんや、うん、普通に売ってるんですよ。おお、東照宮じゃない、すげえ。これね、すげえ、後ろだってオオカミとか、オオカミですね。マオミズのギター東京なんとかじゃないです全員だよあれは。これコウモリですね。でもスルメみたいにぶら下がってるの、これでも。そうなんですよね。これなんだと思います。これゴリラの手なんですよ。え、レンさん、あの映画のオットセイのあれ、ミサタスクゴリラの手ってこんなでかいの。でかいんですよ、これ気持ち悪いですよね。しかも親指ってこんな距離感あるんや。なんか掴みやすいようになってるらしいです。まあね、こんなゴリラの手じゃない。そう、これゴリラの手なんですよ。こんなあるやん。いや、マジでそうなん、これゴリラの手なん。確かに呪物、これがそうなんですよ。呪物めちゃくちゃ売ってんすよ、うん、ね、こんな感じなんですけれども、あの地元の人ってここで何をするのっていう話。確かに、何するの、うん、まあ、言っちゃうと結構地元の人って使うらしいんですよ。っていうのも、そのブードゥー教っていう宗教が、うん、なんていうんでしょう、こういう呪物とか呪いとかと非常に密接に関わりのある宗教をみんなが信仰しているので、うん、まあ、こういったあの市場っていうのは各地にあるんですけれども、中でも一番でかいのがこのフェティッシュ市場で、みんなここに来ていろんな呪物を買いに行くっていうのは普通に行われているんですよね。で、まあ、こういったものはあの中国でいう漢方のようなものなんですよ、うん、だからそのワニの頭とかをこうすりつぶして処理して自分の口の中に入れると元気になるとか、なるほどね、強くなるとか、精力剤か、そう、免疫力が高くなるとか、他にもなんか金運が上がるとかね、へえ、まあ、そういった、まあ、いろんな占いみたいなものも全部ひっくるめたものがこの呪物市場では販売されているんですよね。で、まあ、具体的にどういう風に使うかと言いますと、このマーケットにまずなんか複数人の呪術師が設置されてるんですよ、うん、ああ、いるんや。で、例えば健康になりたいんですけどって言ったら、じゃああそこのところに行って、あの生きたコブラの生き血と、あとコウモリの干からびたミイラを買ってきなさいというアドバイスを、うん、レシピ組んでくれる。そうなんですよ、レシピを組んでくれて、で、自分で買ってきて、じゃあこれをお願いしますって言うと、呪術師はそれをまあ殺したり、うん、あのすりつぶしたり、その中にそう呪文を込めたりしてくれるんですけれども、うん、やば、そう、それを、じゃあ実際にこう服用したり、うん、あと例えばこう嫌いなやつがいるんですよみたいな話をしたら、うん、じゃああそこでゴリラのちょっと腕を買ってきなさいとか言って、うん、それをだから処理してもらって、そいつの家の前にこう隠しとくとか、それでその家を呪わせるとか、そういったことが今でもめちゃくちゃ信じられているのがこのブードゥー教なんです。それ2021年の話、もうガンガンそうです。
全然もう、アフリカで。そんな世界まだあるんや。いや、まだあるんですよ。で、これが黒魔術って一般的に言われているものでもあったりするんですけれども、まあ、その呪いというものに、まあ、特化している宗教なんですよね。そう、ちなみにあのちょっと前回にあった人形島、うんうん、あのサンタナさんっていう人形集めた人もこのブードゥー教の信者でした。ちょっとだから似てますよね。その人形というものにその念を込めて自分を守るみたいな、うん、まあ、そういったそのものに何かその願いとか呪文を込めて効果を発揮させるっていうのはこのブードゥー教なんですよね。そう、もちろんその動物の干物とか動物だけではなくてですね、ブードゥー人形っていうのも売られている。おい、金稼ごうとすんなやってんな。はい、あのこれですね、日本でいうわら人形みたいなものなんですよ。わら人形ね。そう、わら人形みたいなもので、このブードゥー人形を買って、例えば嫌な上司がいますよとか、はいはい、あったら買うわけですよ、うん、で買ってあの呪術師に念を込めてもらったものを自分の手に置いて、うん、嫌いだと思いながらこう針とかを刺したり、燃やしたりすることで、そうなんですよ。あの実際にその相手に呪いをぶつけるみたいなのも、こんなちょっと可愛いんですよ。でこれさ、わかります。流行ったよ。テレビや。ええ、流行った。昔。結構メジャーなんですよね。ブードゥー人形って言って。島田紳助の番組じゃないこれ。ええ、そうなんですか。わからん。これに釘とか刺すんだ。これ見たことある。ほらこうやって。目に刺したりとか心臓に刺したりとか、そういう呪いの人形みたいな流行ったよこれ。ちょっと結構前。マジで、うん、めっちゃ前やけど。そんな日本にも普及してたのこの人形。結構世界中でこのブードゥー人形っていうのは普及されてて、でも日本とかではそういう意味じゃないっしょ。そうやって使われてないっしょ。元々の使い方はそうだから、そうじゃない感じで入ってくるとあんま考えないかもしれない。この流れで言っちゃうと、実はブードゥー教っていうのは日本でも伝播してる文化ありまして、一つそれがゾンビなんですよ、うん。ゾンビもブードゥー教のモンスターで、死んだ人間に呪いをぶちまけるとゾンビになって襲いかかってくるみたいな、まあ、そういったいわゆるそのなんか昔の考え方っていうのが今も根強く残ってるのはこのブードゥー教なんですよね。ちなみに入場料が日本円にして1000円ほど。入場料とかあるの？入場料かかる。その現地の人じゃないと。あー、なるほどね。で、まあ、向こうのタクシー代で平均30円ほどらしいんで、まあ、めちゃくちゃ高い。めちゃくちゃ高いな。めちゃくちゃ高い。それ1000円やったら余裕で買えちゃったりするんかな。あ、それはあると思いますね。ワニの頭とか安いですからね。多分猿の頭とかとチーターの頭とかね、結構えげつないのがあるんで。いつか、はい、いつか行きましょう。クレイジージャーニーにしましょう。クレイジージャーニーにしましょうというお話でした。はい、ありがとうございます。本日の結論、出ますでしょうか。シャス、本日の結論、はい、ボビー・オロゴン、実はめちゃくちゃ金稼いでる。ボビー・ポーじゃない。ナイジェリアの話だ。